このままやったら体が持たへんよ。ほっといて。なんであんたはそうやって無茶すんの。ママが何も話してくれへんからやないか。何でも言うてるやんか。あんたの両親とヤクザは関係ないって。だったら教えてよ、私の本当の親は誰なの。もうこの話はええわ。とにかく私はあの桐生一馬を追いかける。なんでや。あの男が登場界の人間だからよ。登場界。彼の身辺保護をすれば登場界に近づける。そうすれば過去に何があったか調べることができるわ。カール、あんた。まだ痛むか。もうなんともないわ。水一杯くれねえか。佐山です。あ、はい。ちょっと怪我をしまして。はい、はい、一緒です。え、あ、はい、わかりました。うちの課長から。え、桐生だ。府警四課の別所や。うちの佐山から捜査の話は聞いとるな。ああ、だが俺に何の用だ。聞いて腰抜かすなや。あんたの連れと郷田会長がどこぞの連中に誘拐されよった。何だと。駆けつけたうちの捜査員にあいつらマシンガンぶっ放して逃げよったそうや。合流会か。いや、それが外国語を喋っとったそうや。心当たりあるか。いや。そうか、ほんならええわ。それが知りたかっただけや。それよりさっさとカムロ町へ戻った方がええんやないか。カムロ町に。だがこのまま大吾と会長をほっとくわけにはいかない。逃げた車のナンバーはカムロ町方面のナンバーやったそうや。何。わしが言えんのはそこまでや。立場もあるしの。わかった、恩に切る。ええか、お前の弾は四課と佐山が握ってるっちゅうのを忘れんなよ。わかった。ほな。カムロ町へ帰る。え？府警の管轄外だ。お前は残ってもいいんだぞ。あなたの身辺保護を頼まれた以上、管轄なんてないわ。私も行くわ。勝手にしろ。どうしたんだ。大丈夫よ、ちょっとめまいがしただけ。まだ熱が引いてないんだな。大丈夫って言ってるでしょ。ほっといてよ。やめてよ、恥ずかしいじゃない。うるさい、ちょっとそこまで行くだけだ。ここはどこ。俺の馴染みの店だったところだ。そう。無理してついてくるからこうなるんだ。休めばすぐに良くなるわ。
あれから営業はしてないようだが、電気は使えるようだ。はい。おい。お。あ。いや。何？ホーム。
よし。当たらなくてよかった。なんだと。どちらまで行かれますか？そうですか。それでは出発いたし。合流会がクーデターを。合田隆二は何が何でも関東と関西の全面戦争に持ち込む腹積もりです。二人を連れ去った海外組織の正体は分かったのか？いえ。それで大吾を連れ去ったその男は深夜の1時天野ビルに一人で来いと言ったんだね。はい。これは罠だよ。分かっています。ですが行かないことには相手の素性も狙いもつかむことができません。そりゃそうだがね。その海外組織と合流会が裏でつながっているのか？間違いないでしょう。合田会長と大吾を誘拐するのは合流会以外に考えられませんから。俺の組事務所を爆破したのもその海外組織の仕業か？ということはカムロ町に詳しい組織に違いない。それならなおさら一人で行くのは危険だ。新道、天野ビルがあるところはお前の島内だったね。相手に気づかれないように桐生の警護をしてやってくれ。お断りします。どういうことだ？うちの若い衆は桐生のおじきに組み潰されかけた恨みを忘れちゃいません。ですから警護など。バカ野郎、あれは錦山が裏切ったからだろうが。そのことは重々承知しております。しかし自分たちは錦山の親父に惚れてこの世界に足踏み入れたんです。今でも親父に対する思いは変わりないんです。組の方針に従えないのかい？たとえ登場会の大門を外されようと。それだけ。分かった。錦の男気を一番よく知っているのは俺だ。お前たちの気持ちはよく分かる。ただ一つだけ聞いておく。何でしょうか？俺に対する恨み以外腹の中に包み隠してるもんはないだろう。ありません。
そうか。それなら。失礼します。頼む。はい。
はい。おい。はい。ああ。はい。
いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いい流れになってきたな。俺様に勝てるかな。女だからって甘く見ないでよ。す
星国士トリプルヤクマ。ありがとうございました。